栄養室のウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃の公式インスタグラムが日本時間3日に更新され、がんが化学療法を終えたことを公表したキャサリン妃の金影が公開された。今日ウィンザー、ジョー、デリズに会えたことを嬉しく思います。才能ある若い写真家で、その創造性と強さに私たちは2人ともインスパイアされました。 などと記され、小豆色のシックなツーピースを着たキャサリン妃が笑顔で面会者をハグする姿やウィリアム皇太子も加わった記念写真がアップされた。この投稿には、皇太子妃のお元気そうな姿を見られてとても幸せです。本当に美しい方、お帰りなさい。お待ちしていました。嬉しいサプライズだわ。皇太子妃がいない間、なんと寂しかったことでしょう。こうしてキャサリン妃の姿が見られることが本当に嬉しいなどの声が寄せられていた。